1201大阪市交通局1201系電車はかつて大阪市交通局が保有していた路面電車車両で当初は半海電鉄の101型として1926年と1929年に製造された車両である。1201系の前身となる半海電鉄101型は同社の開業用として1926年8月に 大阪鉄工所で製造された2両と、1929年6月に、増備された4両があり、いずれも、定床式の3扉、大型ボギー車であった。最初の2両は、神戸市電500系の IJ 車に似た車体を持ち、窓配置は 1D5D5D1 の一段加工窓で、中央上高扉の戸袋窓は、楕円形の飾り窓となっており、前面窓は3枚窓で、正面。 右側窓上に行き先方向膜が装備されていた。一方、造備車の4両は、車体は1601型に似た D6D6D D D の一段、加工窓で、性能は先の2両と同一であった。台車はブリル 77E-1 台車を採用し、モーターは定格3 0ットのものを2機搭載、定員は85名であった。年製の両は、 1943年に4両の新車が増備された際に、113から116に改版された。阪海電鉄が1944年3月末に大阪市交通局に買収された後、101から102及び113から116は、同年9月2日付で1201系の1201から1206に改版されたが、 1945年6月の大阪空襲により1201.1204,206の3両が被災し、戦後の1949年に廃車された。一方残った3両は、1205が1201に、改版されて1201から1203に整理された。その後は、終電装置がビューゲル化された程度で後部扉の締め切り工事も行われることなく、 1959年9月30日付で2601、系の2696から2698に更新改造され、形式消滅した。ありがとうございます。